ザゴン。H.P. ラブクラフト。大堀龍太郎役。かなりのストレスを感じながら、これを書いている。今夜にはもう、生きていないだろう。金も、頼みの綱の薬も尽きた。これ以上、苦しみには耐えられない。この屋根裏の窓から、下の薄汚い通りに、身を投げることにしよう。 モルヒネ中毒が原因で身体が弱り精神も堕落したのだと考えないでほしい。乱雑に走りかいたこの踏み将を読んでもらえば完全に理解するのは無理にしても一体全体なぜ私が暴虐や死を望んでいるのか検討はつくと思う。船に監督として乗船していた定期船がドイツの襲撃艇にらえられたのは 広い太平洋の中でも一段と広々として船の往来が滅多にない海域だった。大戦は始まったばかりで、ドイツ人どもの海軍も後のように落ちぶれ切ってはいなかった。船は合法的な戦利品にされたといえ、乗組員は海軍の捕虜として相応の公正さと配慮を持って扱われた。 奴らの軍旗が実におおらかだったおかげで、打歩されてから5日後、小さなボートに長期間持つだけの水と食料を積み、一人逃げを押すことができた。ようやく自由に、そして漂流する身となったが、自分がどこにいるのか、全くわからない。優れた航海士ではなかったので、太陽と星の位置から、 赤道のやや南にいると、なんとなく推測するしかできなかった。井戸については全くわからず、島や海岸線は、どこにも見えない。晴れた日が続き、焼けつくような太陽の下、何日も、あてどなく漂流した。通りすがりの船か、人が住める陸地の岸に打ち上げられるのを待っていた。しかし、船も陸地も見えてこず、 果てしない海の広大なうねりの中に孤立している状態に絶望を感じ始めた。状況が変わったのは寝ている間だった。何が起きたか詳しくはわからない。というのも弓にうなされよく眠れなかったとはいえずっとまどろんでいたからだ。ようやく目が覚めると真っ黒な泥のネバネバした中に半身が飲み込まれていた。見渡す限り、 そのぬかるみは単調な起伏として周りに広がっていた。少し離れたところにボートが乗り上げていた。桁外れの予想もつかない風景の変化にまずは驚いたのだろうと思われるかもしれない。しかし本当のところ驚きよりも恐怖の方が大きかった。周りの空気や腐った泥に不吉な気配があって 体の芯まで凍るようだった。あたりには、ひどい悪臭が漂っており、腐った死魚や、見たところ、なんとも言いようのないものの死骸が、果てしなく広がる、不潔な泥の平原から、突き出ている。完全な静けさの中、不毛な無限の空間に宿る引用のない恐ろしさは、ひょっとすると、言葉だけでは伝わらないかもしれない。何も聞こえず、 一面に広がる黒い泥の他は何も見えない。それでも、あたりの静けさが完全なことと、風景が単調なこと、まさに、それらが、心に重くのしかかり、吐き気を起こさせるような恐怖を覚えた。太陽はギラギラと照り、雲一つない無慈悲な空は黒いと言ってもよく、あたかも、足元の真っ黒な沼地を映すかのようだった。 座礁したボートに這うように入り込みながら、この状況を説明する理屈は、たった一つしかないと気づいた。火山がかつてない規模で隆起したことで、海底の一部が水面に持ち上がり、そこ知れぬ深海に何百万年も隠れていた領域が現れたに違いない。足元に現れた新しい土地はだだっ広く、いくら耳を澄ませても、かすかな見音さえ聞こえない。 そして、また、死骸を漁る海鳥もいない。数時間、ボートの中で考え、思い悩んだ。ボートは、側面を下に横たわっており、太陽が空を動くにつれ、わずかな日陰を作ってくれた。時間が経つと、地面の粘つきは少なくなった。もう少しすれば、歩いて動くのに、十分なほど乾くように思えた。 その夜は、ほとんど眠れなかった。翌日、食料と水をまとめた。消えうせた海と救援の可能性を求めて、陸路を行く準備である。三日目の朝、地面は、簡単に歩けるほど乾いていた。魚の不臭はひどかったが、もっと重要なことに関心があったので、そんな些細なことは気にならなかった。そして、 未知の目標に向け、大胆に出発した。一日中、西へ向かって、ゆっくり進んでいった。なだらかに起伏する荒れ地の遠くにある、他のところより盛り上がっている丘を目標にした。その夜は野営し、次の日も、同じ丘に向けて歩いた。しかし、最初に、その丘を見つけた時と比べ、 全く近づいていないようだった。四日目の夕方、丘のふもとにたどり着いた。遠くから見た時より丘はずっと高い。谷があるせいで、周りの平地と比べて丘の起伏がくっきりわかる。登るには疲れすぎていたので丘の陰で眠った。なぜかはわからないが、その夜は今日きじみた夢を見た。駆け始めの 幻想的な形の月が、東の平原に高く登る前に、冷たい汗をかいて目を覚まし、もう眠らないことに決めた。さっきの夢をもう一度見るのは、とても耐えられないからだ。月の光を浴びながら、日中に歩いてきたのは、馬鹿なことをしたと思った。灼熱の太陽がなかったら、歩くのはもっと楽だった。実際、 日没時には躊躇したが、今なら丘に登ることができそうな気がした。荷物をまとめ、丘の頂上を目指して出発した。起伏する平原の途切れない短調査のせいで、異様のない恐怖を感じることは以前に書いた。しかし、頂上について、丘の反対側にある、限りなく深い峡谷を見下ろした時の恐怖は、さらにひどいものだった。 月はまだ低く、暗い峡谷の奥まで照らしてはいない。まるで、自分が世界の果てに立ち、その縁から永遠に終わらない夜の、底なしの混沌を覗き込んでいるように感じられた。奇妙なことに、恐怖を感じながら、失落縁と、形のない闇の国から、登ってくる恐ろしい魔法の姿とが、心に浮かんだ。月が虚し高く登るにつれ、 谷の傾斜は思ったより切り立っていないことが分かってきた。岩棚や下石が下っていくのに最適な足場になっていて数百フィートの急な下りを過ぎれば坂は穏やかになっているようだった。不可解な衝動に駆られ苦労しながら岩を這い振りその下の緩やかな坂に立った。そして未だ光が差したことのない真っ暗な底を覗き込んだ。 と注意を惹かれたのは、前方およそ100ヤードのところにそそり立つ、向かいの斜面にある大きくて奇妙な物体だった。それは、高度を増す月の光に照らされて、白く輝いていた。巨大な岩石であることは、すぐに分かった。しかし、その形や位置が、自然の力だけによるのではないという印象も強く受けた。さらによく見ているうちに、 言いようのない感覚を覚えた。途方もなく大きく、海底にぽっかり開いた溝に地球ができて間もない頃から存在していたにもかかわらず、その奇妙な物体は形を整えられたモノリスであり、その巨体は過去に知的生物による細工を受け、そしておそらくは礼拝の対象だったに疑いないように思えた。 恐怖で呆然とする一方、科学者や考古学者の喜びのような多少のスリルも感じながら、周囲をさらに詳細に調べてみた。月は、今や天頂近く、谷間を囲む高い断崖の上を、怪しく鮮やかに輝き、谷底に、幅広い川が流れているのが分かった。川は湾曲しており、上流も下流も見えない。そして、水は、 斜面に立つ足のところまで来ていた。谷の向こうでは、巨大なモノリスの土台も波に現れている。モノリスの表面に、文字や粗雑な彫刻が刻まれているのを見ることができた。碑文は象形文字で書かれていたが、私の知らないものであり、また、本で見たいかなるものとも違っていた。文字の大部分は、魚、うなぎ、タコ、 甲殻類、軟体動物、クジラなどの水生動物を幼児期化していた。文字の中には、海底流域によりできた平地で、腐敗した死骸を目にしたほかは、現代の世界では知られていない、海の生物を表しているらしいものもあった。特に目を引かれたのは、彫刻の絵柄の方だった。巨大なサイズのおかげで、 間に皮を挟んでも、はっきりと見ることができたが、石の表面に、浅浮き彫りの彫刻が並んでいた。そのモチーフは、画家のどれを嫉妬させるようなものだった。彫刻は、人間、少なくとも、ある種の人間を表しているようだった。ただ、その人間は、海底の洞窟で魚のようにされ、 波の下にあると思われるモノリスの祭壇を拝んでいるように見える。彼らの顔や姿を詳しく述べようとは思わない。思い出すだけで気が遠くなるからだ。ポーやブルワーのような作家の想像力も及ばないほど彼らはグロテスクだったが、いまいましいことに全体的な輪郭は人間によく似ていた。水かきのアルテアシ。 驚くほど大きくてたるんだ唇、ぎょろっとしたガラスのような目玉、その他、思い出すのも気持ち悪い特徴にもかかわらずだ。奇妙なことに人間とその背景の彫刻の大きさはひどくバランスを欠いているようだった。例えば、彼らの一人がクジラを殺している場面で、ゲイハ人間よりほんの少し大きいだけだ。 今述べた通り、彼らは、グロテスクで、異様に大きかった。しかし、すぐに、それらは、原始的な漁業、海洋民族がこしらえた想像上の神だと思った。ビルトダウン人や、ネアンデルタール人が誕生する異国時代も、前に絶滅した、何らかの種族による、ものに違いない。最も大胆な人類学者さえ考えつかない過去の世界を思いもよらずかいまて、 異形の念に打たれた。考え込んで立ち尽くしていると、眼前を静かに流れる川に、月が、奇妙な影を落とした。その時、突然、私はそれを見た。水面をわずかに波立たせて浮上してきたそいつは、暗い水面を出て、視界に滑り込んできた。ポリュフェマスのように言い回し、その巨人は、 悪夢に出てくる恐ろしい怪物のように、モノリスに向かって突進した。うろの生えた巨大な腕をモノリスに巻きつけると、巨人は醜い頭を垂れて、ゆっくりした一定の声を発した。私は、その時に狂ってしまったのだと思う。反狂乱で斜面と崖を登り、座礁したボートのところに錯乱しながら戻ったが、 その時のことは、ほとんど覚えていない。多くの歌を歌い、歌えない時は、奇妙な笑い声を上げたと思う。ボートに到着して間もなく、大きな嵐があったのをぼんやりと覚えている。少なくとも、雷鳴と、視線が最も荒れ狂った時にしか発しないような高音を耳にしたと思う。気がつくと、サンフランシスコの病院にいた。 アメリカ船の船長が海の真ん中で私のボートを見つけ病院まで運んでくれたのだ。錯乱しながら多くのことを話したがほとんど相手にされなかった。太平洋上で大地が隆起したことについて救助してくれた人たちは何も知らなかった。それに彼らが信じられないだろうことについてあれこれ言っても意味がない。 一度、著名な民族学者を探し出し、魚神ダゴンに関する古代フェリシテ人の伝説について、相手に笑われるような風変わりな質問をしたことがある。しかし、すぐ、彼が絶望的なまでに常識的であるのがわかり、質問をやめた。夜、とりわけ、かけ始めた月が、満月と半月になる頃、あの巨人が見える。モルヒネを試してみたが、 薬物によって得られたのは一時的な安らぎだけで、私は絶望的な奴隷のように薬から離れられなくなってしまった。だから、もう全てを終わらせるつもりだ。一部始終は書き終えた。同胞たちにとって何かの参考になるか、あるいは単に馬鹿にされ笑われるのかもしれない。よく自分自身に問いかける。 あそこで見たのは、すべてではないにしろ、単なる幻だったのではないかドイツ軍艦から逃げ出した後、遮るもののないボートで太陽にやられ、戯言ゴ島をめきながら見た幻覚ではなかったかこう自問すると、それに応えるように、恐ろしいイメージが、いつも鮮明に浮かび上がる。深海のことを考えようとすると、 あの名前もない生き物を思い出し身震いする。まさに、この瞬間にも、ヌルヌルした海底をじたばた這い回っているかもしれない。石でできた太鼓の偶像をあがめ、水浸しの花崗岩でできた海底のオベリスクに、奴ら自身の忌まわしい姿を刻んでいるのかもしれない。奴らが波から上がり、悪臭のする鍵詰めでもって、 戦争で疲弊した弱々しい人類の生き残りを引きずり下ろす日が見える。陸地が沈み、全世界が地獄へと数な中、暗黒の海底が隆起する日が見える。終わりは近い。ドアのところで音が聞こえる。何かヌメヌメした巨体が、ドアにぶつかっているような音だ。見つかりは住まい。真よ、あの手が。窓に、窓に、